火砕流、火砕流、火砕流、パイロクラスティックフロー、火山採雪流とは、火山現象で生じる土砂移動現象の一つで、特に火山活動に直接由来する火山採雪物の流れで、気体と固体粒子からなる空気よりもやや重い密度流である。熱具も、軽石流を含めて、高温のマグマの細かい破片が気体と混合して、流れ下る現象の総称。英語では、パイロ。 火のクラスティック、破片のフロー、流れ。多くの場合、マグマ由来の本質物を含む数百度以上の高温のものを指す。ただし、水蒸気爆発で発生するような本質物を含まない火災を誘発するほど高温でない密度流も火災流と呼ばれることが最近では温度や本質物の有無を定義から取り払い、火災流と火災サージなどを 重力流の一種とみなして、火災物密度流とすることも多い。マグマ噴火に伴う火災流は、高温の火山ガスと、混合を一体化しているため地面との摩擦が少なく、流れ下るスピードは 100km 毎時を超えることも、あり、一気に遠くまで流れ下る。また、ガス成分が多い場合は、比重が小さいため海面上を滑走することもある。温度も1度近いものもあり、 タバコの火や火葬の温度がおよそ800度。この場合、建物や自動車の中であっても安全とは言えない。現在火砕流堆積物とされている堆積物は古くは泥流や溶岩流の一種と考えられていた。例えば、麻生山周辺の火砕流堆積物溶結部は泥溶岩などと呼ばれた。 1902年のプレイ火山の噴火を調査したフランスの火山学者アルフレッド・ラクロワによりニュー・アーダンテ、ニュエ・アルダント燃える雲イコール熱雲と名付けられたのが科学的に取り上げられた最初である。熱雲は英語ではグロイング・クラウド。また北海道駒ヶ岳1929年で発生した軽石が斜面をなだれ下る類似現象は軽石流と呼ばれた。 ムピサ山での流動性に乏しい分厚い溶岩の先端が崩落する現象は岩雪だれと呼ばれた。現在では岩雪だれ、デブリア・バランチは火砕流とは別の流動現象を指す用語として使われているので注意が必要である。火砕流の実態は火山採設物と噴出物の火山ガスや水蒸気が混合して流動化したもの。 ガスはマグマに含まれていた火山ガスと火山噴出物中及び流層中に取り込んだ空気からなる。温度はマグマに近い高温のものから摂氏100度程度まで幅がある。水蒸気噴火とマグマ噴火では水蒸気噴火の方が発生頻度が高い。火砕流とは流動現象に対する名称であるため噴火様式と1対1に対応するものではないが、 火砕流が発生するような噴火には以下のものがある。流紋岩泥イト質マグマは粘性が高いためガスが抜けにくく、マグマが地表近くまで上昇し減圧した時点で爆発的に発砲しやすい。この時液体固体は粉砕されてガスと混合し、マグマの量が多ければ大量の火砕流となって火口から高速で流れ出す。 この場合は、火口から全方向に流下することが多い。第中規模、10km 以上から 1km から 0.01km の火砕流のほとんどはこのタイプである。地下のマグマだまりから大量のマグマが噴出するため、マグマだまり、後の空洞が陥没して、カルデラを形成すること多い。この時、火砕流は、最大で約 100km も流れることがある。 このような大規模な火砕流が堆積すると、カルデラ周辺に八形を埋めて平坦な大地地形、火砕流大地を形成する。日本における代表的な例は、九州南部に分布する、シラス大地が該当する。火砕流堆積物が高温のまま熱く堆積すると、自身の熱で変形して溶結することがあり、そのようなものは溶結業海岸と呼ばれる。プリニー式噴火では、 固体破片とガスの混合物からなる大規模な噴煙柱が形成されるが、その混合物の密度が空気よりも大きくなると、噴出物が上昇し続けられなくなり、噴煙柱は重力崩落し流層する。この場合は、河口から多方向に広がり流下することが多く、谷間を移動し、遠距離に到達することもある。デスビオ火山の噴火、7九年及びスフリエール山の噴火、 1902年が代表的。カルデラを形成する大噴火の中で、プリニー式の噴煙柱ができる場合もあると考えられている。マグマの粘性が高く、かつガスが効率的に抜けると、爆発的な噴火を起こさずに、マグマがゆっくりと押し出されて、溶岩ドームを形成するが、ガスは完全に抜け切ったわけではなく溶岩の中に気泡とて残っているので、 ドームの一部が押し出されるなどして崩壊すると爆発的に解放されたガスとそれによって形成された破片が混合して小規模一般に 0.01km 以下の火砕流となる流下方向は地形などの影響で限られることが多いこのタイプの火砕流はその堆積物の特徴からブロックアッシュフローと呼ばれるラピサンの噴火が代表的で 雲前だけ1990年から1995年の噴火で多く発生したのもこのタイプ。ただし、溶岩ドームが火山ガスの圧力で爆発的に崩壊した時には、やや規模の大きい火災流と火災サージが発生することがある。マグマの噴出を伴わない比較的小規模でかつ溶岩ドームを形成しない水蒸気噴火でも噴出物に水蒸気を多く含むため、 小規模な比較的温度の低い火砕流を起こすことがある。火砕流流動様式は、1960年代は乱流と考えられていたが、1980年代には流動化実験等の結果から、総流と考えられるようになった。しかし、1990年代から乱流であるとする、説が一時主流となり、現在では乱流説と総流説の議論が続いている。 流送時には乱流を主体とし、堆積時には規定部に高密度な粒子流を形成し堆積するというモデルもある。火砕流は構成物質により以下のように分類される。蒸気に当てはまらないものは特に分類せず火砕流と呼ぶ。固体成分が少なく主にガスからなるものは火砕サージと呼ぶ。火砕流で運ばれた物質、固体が 流れが止まった場所に止まったものを火砕流堆積物と呼ぶ。他にも火砕流による堆積物、火砕流堆積物は世界各地で発見されている。日本でも浅間山、十勝岳の他北海道駒ヶ岳、新潟焼山など活発な火山の周囲で小規模なもの、阿蘇山の他と和田カルデラ、四骨カルデラなどカルデラの周囲で数十キロメートルも流れた、 大規模なものが確認されている。ミノア噴火が大規模火砕流。ポンペイを襲ったのが中規模火砕流。プレイ火山の例は小規模火砕流に分類される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。